はい、というわけでコーヒーです。私的優雅な朝食ということで今回撮らさせていただいてるわけなんですけども、まず最初に、始まりね、小芝居に付き合っていただいてありがとうございます。やっぱりね、優雅な朝食ってなるともう寝起きから始まるわけですよ。まああの寝起きが優雅につながってるかどうかは分かんないんですけども、はい、ちょっと寝起きから撮らさせていただきました。優雅な朝食ってスタイリッシュなイメージがあるんですよね。終始自分ではスタイリッシュだと思ったんですよね。あのケトルのボタンをパチンって押すところとかね、なかなかあの感じでパチンと押せないですからね。お前のスタイリッシュの基準何なんだよって感じなんですけど、私的優雅な朝食、もうこれ見たまんまですね。トースト、目玉焼き、ベーコン、ウインナー、サラダ、トマト、あとはヨーグルトとコーヒー。皆さん気づきましたか？私コーヒー、一応ねチャンネル名をコーヒータイムと名を打ってやらさせていただいてるんですけども、動画内でコーヒー飲んだのこれが初です。よっ、やったね。はい、まあね、そんなことは置いといてね、優雅な朝食って言ったらね、やっぱおしゃれなイメージがあるわけですよ。おしゃれって言ったら、まあ、アメリカとか、いやアメリカよりはフランスですかね。そう、やっぱパンになりますよね。もうちょっとね、卵とかもね、目玉焼きじゃなくてね、あのポーチドエッグとかエッグベネディクトとか、そっちを、まあ、作りたかったんですけども作れないんで、今回目玉焼きなんですよね。でもこれも結構美味しそうでしょ。あのイメージはラピュタね、ジブリのパズーが美味しそうに食べてたやつですよ。やっぱジブリ飯ってうまそうですもんね。うん、まあね、そんな感じで今回朝食作らせていただきました。そんなね、どうでもいい話したらまた時間になってしまいました。今回はね、そのまあ優雅な朝食ってことで、動画を撮らさせていただきました。今度ねまた休みにね、もうちょっと質のいい朝食作れたらなと思いますんで、またぜひ動画を拝見していただいたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。コーヒーでした。